御前崎沖で昨日夕方、化学薬品などを運ぶケミカルタンカーが浸水しました。乗組員は全員救助され、怪我はありませんでした。昨日午後6時50分ごろ、ケミカルタンカー東亜丸の船長から浸水していると118番通報がありました。当時船には6人が乗っていましたが、およそ2時間後に全員救助され、怪我はありませんでした。清水海上保安部によりますと、浸水した船は長さ63メートル、総重量499トンで、貨物は積まれていませんでした。現在船は石廊崎沖を漂流していて、燃料漏れは確認されていないということです。清水海保が海上で監視を続けるとともに、浸水した原因を調べています。